こんにちは、いつも梅チャンネルをご視聴いただきありがとうございます。また、皆様からたくさんのコメントなどいただきお礼申し上げます。現在は7月、暑さ厳しい毎日ですが、どうぞお体大切になさってくださいね。バック画像の雪の風景など見て少しでも涼しさを味わってください。さて、今回のお話は、 もはや69歳になるあの頭の良い美人女優、竹下景子さん。竹下景子さんは、どこかお嬢様で上品なイメージがありますが、69歳の竹下景子さんも年には勝てず、今ハマっているのは足の健康だそうです。骨密度検査では骨粗鬆症の予備軍と分かったそうです。そんな竹下景子さんの息子さんが、逮捕されたという。 信じられない噂がありましたので真相を探ってみました。私が竹下恵子という女優さんを知ったのは、大橋巨泉さんの司会でおなじみの、伝説のクイズ番組となったクイズダービーでした。1976年から1992年まで16年続いたこの人気番組で、競馬方式を取り入れたクイズ形式と大橋巨泉さんの名司会で、 また、パーフェクトな正解率を誇る、若くしてお亡くなりになった、原平さん。三択の女王の竹下恵子さん、陳回答の連続。井森美幸さんといった、レギュラー人のユニークな回答ぶりで、30%を超える高視聴率を記録したテレビ番組でした。その後、レギュラー回答者になって、三択問題になると、とても強かったため、 三択の女王と呼ばれ。クイズダービーでの視聴率の人気はとても高かったそうです。同時に回答者として強かったのはやはり原平さんでした。本名原平さん、1943年3月8日の生まれ。日本の男性漫画家、随筆家、タレントでした。2006年11月10日、肝臓癌により、埼玉県富士見市の病院で死去され。 63歳でした。当初の死因は肝不全と伝えられたが、2006年9月に検査入院した際に、もともと肝硬変であった上に末期がんであったことが判明したそうです。原さんは生前から大の酒好きで知られていたため、不法に接した大橋巨泉さんは、飲みすぎたのかなぁ、と語っていたそうです。さて、竹下恵子さんは、 現在も女優業をされているのでしょうか。竹下恵子さんは、現在もですが、若い頃はとても綺麗な女優さんでしたが、息子を二人産み育てている大女優の竹下恵子さん。昔から有名な女優さんだったので、皆さんも記憶に残っているのではないでしょうか。しかし、現在が気になりましたので、少し調べてみました。本名は、関口恵子。 青年月日、1953年9月15日。現在は、69歳。出生地は、愛知県名古屋市。血液型 A 型。竹下恵子さんと聞くと、女優さんでしょとすぐに答えられる人が、多いのではないでしょうか。多くの作品に関わっておられ、まさに日本の大女優ですね。竹下恵子さんの学歴ですが、 東京女子大学分理学部社会学科を卒業され、高校生の頃にはすでに芸能界にデビューしていたため、仕事をしながらの勉強だったようです。竹下恵子さんは想像通り育ちの良い人でした。竹下恵子さんの親がすごいということを知っていましたか竹下恵子さんの父親は国税庁に勤務している人で、その後、 弁護士を目指し、とても優秀な方だったそうです。高校生の時にドラマデビューされた竹下恵子さんは、ミッドナイト東海というラジオ番組にリスナーとして参加して、ドラマデビューをした。1973年に本格的に女優活動を開始して、本格的に女優として活動を始めた。現在の竹下恵子さんの ご主人や子供はどうなのか調べてみました。竹下恵子さんのご主人もとても有名な男性です。子供は息子さんが二人おられるようです。竹下恵子さんは関口て夫さんという男性と1984年に結婚されましたが、15歳という年の差があるそうです。ということは、ご主人の年齢は現在84歳ですね。 お名前は、関口照夫さん。青年月日は、1938年11月13日。現在は84歳。主な活動は、有名な写真家のようです。竹下恵子さんと、関口照夫さんのなれぞめは、職場で出会ったことがきっかけで、撮影の時に、お互いに惹かれるものがあり、結婚に至ったようです。驚きは、 プロポーズは竹下恵子さんからだったそうです。意外な竹下恵子さんは、世の中の多くの男性が、この時の関口照夫さんのことを羨ましいと思ったに違いありませんね。息子さん二人、長男は俳優の関口真奈さん。本名は、関口真奈さん。1986年3月の生まれで現在の年齢37歳。 15歳28歳まで13年間ほどロンドンに留学していた経歴もあり、イギリスの俳優学校などを卒業しています。日本でも舞台などの多くの作品に携わっている人です。次男は俳優の関口アナンさん。本名は関口アナム。1988年9月の生まれ、現在の年齢35歳。かつては、 関口アナムという名前で活動していましたが、番組内で中井正宏さんが関口アナンという芸名をつけたことがきっかけで、現在は関口アナンで活動されているようです。武蔵野美術大学を卒業し、ロンドンに留学してから俳優になり、バラエティ番組にも出演することがあるそうです。竹下恵子さんの息子さんは二人とも俳優をしているのですが、 実は逮捕された経歴があるのではと噂がありました。その逮捕説の噂は全くはデマのようです。関口真奈とさんと関口アナンさんのどちらも逮捕されたなどの話は全くありませんでした。ご本人の竹下恵子さんはお元気で現在も変わらず女優として活動されていますが、テレビ朝日系鉄子の部屋にゲスト出演されて、今、 ハマっていることを話していました。竹下さんは今年古希を迎えるんですね。司会の黒柳哲子さんからあなたはおみやしの健康にもハマってらっしゃると話を振られるとそうなんです。昨年の夏に足の見えるか検診っていうのを受けましてと明かした。たまたまちょっとこの膝大丈夫かなと思うことがあって 受診したんですが、偶然なんですけれども、日本で唯一足の総合病院だったんですね。あとは骨密度を調べていただいたら、私は骨粗症症の予備群ということがわかり、そして今、そのための治療と運動も率先してやるようになりました、と説明されていました。最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。また、 良ければ皆様のご意見などもいただけると嬉しいです。